発売になりますけれども、究極超人 R というねイメージアルバムが発売になりまして、それのなんと完成記念スペシャルライブということでね、私たちも盛り上がって頑張りますので、皆さんも十分楽しんで帰ってください。今日司会進行を務めさせていただきます、富永美奈です。よろしくお願いします。それでは、まず R のプロモーションフィルムを見てください。ダウモー。お、どうしたの今日は。いや、あれ、あ、山本さんの、うん、レコード、うん、いいね、やろう。金婚観婚健康、インドバーグの飛行機がインド洋まで飛んでゆく、ランドセルしょって追いかけた、今度会えるのいつかしら。やあ、R 田中一郎くんだよ。ロボットじゃなくてアンドロイドだよ。アンドロイドくん、うわうわ、私だけ。どうだろうね、サンゴの声にしてはちょっと高というか、ホストの人気がけどね。いいじゃん、可愛いんだから。いいか、可愛いから。またみんなが騒いでるわ、噂話あいつのこと、ちょっぴりタイプと違うのね、だけれど気になるのよ。先生、先生、お、決めた。しました、先生。どうもどうも。先生、曲はできましたですか。曲って何の曲？究極超人 R の曲ですよ、先生。まだだよ。究極超人 R。 地球が光る時代作ってみたいよね。それは僕らのヒーロー R がキラリと燃えるとき、吸い切れた一人と座りの笑顔を脱ぎ捨てて、胸の奥に突き通るあの瞳、あの姿、一緒に呼ぼうよね、せーの、涙と宇宙と心の光る時代伝えておくれよ。あ、悩ましく、あ、美しく、記録、究極、超人は R。
けれどもね、今回このアルバムの私が個人的にお勧めするのは、スタッフの皆さんももちろんね、結城まさみさんがもう自ら出ちゃったりしてますし、スタッフの皆さんもそしてキャストの私たちも本当に楽しんで作ってしまったというか、なんか自分たちの趣味の部分に走ってしまったんではないかというくらい、とにかく楽しく作ったアルバムですので、その楽しさを2月25日に皆様にね、早く分かってほしいなって思うんですけれどもね、ここで一方ご紹介したいと思うのですが、結城まさみ先生と戸畑亜希さんです。どうぞ。どうも。今日はなんでこんなたくさん来たんですか。ありがとうございます。はい、何をやっていいかわからなくて。何をやっていいかわからない、何でもいいんですよ。やって今日はもうね、結城さんひたすら上がってるんですよ。そうなんですよね、だけどこう、この場に出ちゃったらもう結城先生もみんなの期待に応えるしかないですもんね。いろんなこと今日やって帰っていただきたいと思いますけれども、ここで漫画描くんですか。いや、ここでこの隅の方に机持ってきてずっと漫画描いてるのもいいですね。これなんですよ、みんなさん。せっかくね、今日のイベント来るために徹夜で仕事してたから。そうですよね、ずっと書き進めだったんですもんね。3時間しか寝てないんですか。そうですか、大丈夫ですか。2日で3時間ですかね。何がこう、R のこのアルバムを作らせたんでしょうか。何がって、やりたいという気持ちですか。ですね、はい、お正月にですね、初夢話を書きまして一つ、はい、究極戦隊コーラマンというものを、お気づきかと思われますが、あそこでは、音楽が山本雅之という名前が出たと思うんですけども、実は当初の予定通りでして、あのネタっていうのは去年の9月頃にですね、じゃあ正月に初夢で一つすごく外したやつをやりたいなという話になりまして、で、まあ、じゃあ戦隊もののパロディをやったらいいんじゃないか、じゃあどうせやるんだったらば、オープニングからやってしまえ、オープニングには歌詞が出てきた方が面白かろう、曲が欲しい、これはもうぜひ山本雅之先生に作っていただきたい、もう一般の人には聞かせなくていいから仕事場だけで聴ける曲でいいので、これは作ってもらいたいというふうに、まあ彼と相談しまして、それでまあプライベートに、曲を作ってもらいたいと思いましたら、誰が言い出したかレコードを作ろうと。どん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 大げさになっていってしまったわけですね。一番初めはコーラマンの歌を作りたいな、作ってほしいな、そしたらオープニング作っちゃって、でプライベートでそれテープ聴いて楽しんでればいいなと思ったら LP になっちゃって、こんな人が来ちゃったんですね。そうなんです。あ、自分でもこんな大きなことになると思いませんでした。いや、思いませんでした。メガゾーン2-3などでおなじみでアグリトピアの私の大事なパーソナリティ、私の妹分といっては何なんですが、グループコマドリ所属の、かわいいかわいい産後役のかわいいかわいい笠原ひろこちゃんです。どうぞ、どうぞ。僕はどこにいたんです。サンドです。はい、あ、今黙ってしまいましたね。はい、どうぞ。産後をやらせてもらってます笠原ひろこです。トマトさん、デレ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 しちゃうんですけどね、どうにかしていただきたいんですけど、このメンバー、5人でコーラスをやりますので、よろしくお願いします。山本雅之先生のヤマです。インド洋まで飛んでゆく。
レシナキッパインジュースの瓶に詰めてラインが側から流したらにゃんワインカラーになるかしらあるあるいろいろある田中一郎エグザンブル弓から離れた外車に乗ってにらんだ街の真ん中友達が肩を叩いたよ銀行カンコンケコイ シュルルトのコンセルトシュールリアルに鳴り響く修理した手のカセットがね宿題邪魔しているかしらあるあるいろいろある田中一郎高波越えて天拍子お調子立っちゃうよ調子ちゃうあんた誰アンドロイドなんでいるの挨拶しましょうエグザンプル締め切りすぎた漫画家でいやまんまるお月さま十五いや道の真ん中友達の笑い声見つけたよやっはー金婚か